ラウンド後のストレッチを紹介します一ラウンド終えると股関節や上半身の筋肉は凝り固まって縮んでしまっていますそれをそのままほったらかしで次の日に行くと疲れてしまいますのでラウンド後にしっかり伸ばしてリフレッシュしましょうお尻のストレッチを紹介します足を組んで膝の少し上に足首がくるようにしましょうしっかり膝を開いて 胸を張った状態で息を吐きながら体を前に倒していきますそうするとお尻の後ろ側が伸びてきますゆっくりじわーと伸ばして15秒ぐらい数えてじわじわ伸びてくるのを感じましょう背中が悪くなったりしないように胸を張った状態でゆっくり倒していきます 15秒を3回繰り返してください。お尻の外側の筋肉を伸ばしていきます。足を組んで膝の少し上に足首がくるようにします。この状態から組んだ方の足を抱えて、逆側の肩の方に引き付けていきます。そうすることによってお尻の外側が伸びます。 15秒かけてゆっくりじわじわ伸ばしてください。足を組んで膝を抱えて、背中が丸くならないように胸を張ったまま引っ張っていきます。お尻のこのあたりが伸びてくれば OK です。これも15秒3回お願いします。腿の裏を伸ばしていきます。 椅子ギリギリに座っていただいて、足を伸ばして、つま先を上げて膝を伸ばします。背筋を伸ばしたまま息を吐きながら、体を前に倒して、ももの裏を伸ばしていきましょう。15秒間かけてゆっくり伸ばします。膝を伸ばして、背筋も伸ばして、ゆっくり倒して、ももの裏を伸びているのを感じながら行いましょう。 15秒間を3回行ってください。胸の筋肉を伸ばしていきます。壁に肘を固定した状態で、足を前後に開き、体を前に出しながら胸の筋肉を伸ばしていきましょう。この状態で15秒間しっかり伸ばします。肘の高さを高い位置に変えて同じように伸ばし、 また低い位置に伸ばし自分の硬い場所を探しながら伸ばしてください